どうもブッチだ。今回はララ戦ですけど、ララも若、何でも若。飛ぶでしょ。はい、予想通り。あー、早投げか。はい、確かに。な、いけ。ワン。ワン。なんで自分から飛んだの。それ、攪拌でしょ。ジェイクのコパ、ちょっと威力低くない?2回当ててんけど、当たりと。だら、トリガー1かー。え?こいつの EX はマジ最強だから。はい。初見殺し。これに対空出せた場合、お前はうまい。ダイヤのツアーじゃん。ウルダイまで上がってこい。もう、俺はウルダイ1できてないけどな。ほぼほぼ。たまに行ったり来たり。もうあれ、あの状況で、あのスタンチの溜まり具合であそこに対空出せるってのは本当にすごいよ。本当に。弾力がある。スタンチが高い状態で対空出るやつは本当に弾力がある。マジで。あとはもう経験かな?はい、ノーマル確認。いった。あ、シャコミチューポンが出てくる。えらい。まあ、ララの豆知識。あれの後プライチな。間に合うんだ。飛んでくない?あった。ララの豆知識。膝はマイナに。ガード刺したね。おい。ちょ。爆睡してたな、こいつ。だって。なるほどね。理解した。ジャグラー、おお、これ飛ぶでしょ。そっちはしょ。ちょ、俺さ、ゼクで暴れてるけどさ、あれなんよ、無理なんよ、重ねんの。飛ぶでしょ。飛ばん。そっちはしょ。ファンダロってだからプラスな、プライマーなんぼか知らんけど。おお、それ無理。ちょっと、それ無理なんよ、俺。次見つけて、おお、ここ、これ、ことだった。くそ。うわぁ、しゃがみ確認できなかった。もうこっち、これがあるんだよ、ゼクにはよ。おお。ああ、これ、これ、神楽天山だった。あ、どうしよう。あん、やられちまったよ。6連勝が飛んだ。ララのあれは、もう、確定コンボと一緒と思っていいんじゃないかな。ブル、ほら、ポイズン中断とか、ブルじゃない。ブルは違う。バーディーの、リベンジャーと一緒。もう、確定コン、あんな。無理だろって感じだよ。だって暴れても多分確定だろ、あれ。あれは確定です。はい。もう垂直なんかバックダウンとか見てから無理です。俺プロゲーマーの試合で何回も確定するの見たことあるもん。ちょっと、俺のコマンドせいはやばいわ。こいついつ投げ入れてんだ?なんか投げられんだけど。
ここ投げ入れるだろ。マジで。やばこれ、これやばいぞ。はい。あー、それ甘え。甘えなよ。トイガイチゼクにはそれいいかもしれんけど。甘えなよね、そっちは。やめろよ、ほら。サンダークラップよ。あ、そんな立ってると、こうするぜ。あった。せっかくステップ飛べたのにカウンターなってない。逃げじこん。ちょっとかわいそうやったかもな、この試合。こいつの駒投げ俺一回も食らってなくない、この3本で。まああの確定以外、あの確定駒投げ以外ちょっとね、俺の読み合いが良かったかな。有利だったな、これの読み合い。コマ投げな、なら楽さないよな。あ、そうや、コマ投げやつったら俺 G 使おうとしてん。G、一回な。G 使おうとしたらさ、中盤勝利、しゃがみ中盤勝利難しすぎて、ハゲた。ハゲそうなってやめちゃった。コントローラーであれやってるやつ、どないしてんの、マジで。しゃがみ、しゃがみしたもん、勝利券打ったら、暴発しないらしいね。波動とか CA に。それができない。マジで難しい。しゃがみ昇竜。あれできるやつで、マジでどないやってんの。わからねえわ。本格的にやばい。あれ、どうやってやってんの、マジで。思わない。G、G コントロールでやってるやつ、地味にすごいと思うわ。めっちゃ難しいテクニック、平然と使ってんのかよ、みたいな。ちょっとあれ無理やわ。あげこんやったら多分できそうやねんけどな。コントロールじゃきついな、さすがに。ローズ戦。おい、弾撃てよ。一発目絶対抜けるから、おい。ここはーい。一発目抜けないと、後ろ行きもしないよ。はい、差し返し。大足発動に噛み合った。いやー、いや、若瀬くんにさ、ガイルのリバスピの性能つけてほしいわ。この台形に。ガチで最強ついたら。おい、抜けてるから撃てよ。おい、ダメだった。おぉ。はい、セットプレイ。フラカンじゃない限りいけんのよね、これで。ゼクのカグラテンザね、ワープ系の表裏やったら結構いける。特にローズはね、クラカンじゃなければね、先がさね、多分ないんよね、多分ね、多分多分ねえから、多分連打でいい。逆に豪気の残空勝利とかまだあんのかな。おい、ぴょーい。ああうまいことやられた。さあ、こっから負ける。ちょ、負けるって。やめて。ちょ、これ。あぶね。ちょっとさ、降臨流の対策したら、ボロ負けそうだった。マジで？
マジ当たらん。お前もマジ当たらんと思ってるやろ。ちなみにマイナー6な。マイナー6で中足かくるやつってなかなかいねえんじゃね。まあ、ロード対策はね、ローズは、まあ、結局何一番怖いかって言ったら絶対ダイパンなんよ。絶対ダイパン。だから頑張って、ダイパンを差し替えすしかないかなって感じ。ちなみに、俺は、ローズのダイパンで差し替え位置を覚えた。エド使ってた時にね。エドの立ち中キックでローズのダイパンに差し返ししてたわ。めっちゃ頑張って。うまーってその時思ってた。我ながらな。だからローズのやつ結構差し返ししやすいはずやから、若瀬クーの足の速さを利用して、ダイピーを透かしましょうって感じだね。あとはまあガードした時点でカグラこすると、結局確定やったかな。マイナー6やから確定かな。初段だけ。2回目のカグラの発生はなんかめっちゃ遅くなってんだよ。2回目だけ。謎に。だから、2回目のカグラは確定しなかったはずだけど。チュンリーは、ゼクの中でトップ3に入るフリーキャラです。頑張りましょう。ダメだった。その技を振ってくることは想定内だったよ。その無敵技は想定外だったか。ガードして、うわあ、うわあ、うわあ、猫、猫、どうせ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 猫。ああ、立ち回りが立ち回りがシルバーなってたけど勝ったわ。あれ超きついよね。どうせ猫だった、どうせ猫だったこいつ。そういや、あぶね。あぶね、あぶね、あぶね。いや、あのね、無敵撃っちゃったよね。いやー、あれはバカだった。我ながら EX 武神書出た。 EX 武神書に無敵つけばな。ゼク最強キャラあるで。あのね、チュンリーは、昔の研究では、ローがいいと言われていました。しかし、今の研究では、若の方がいいです。なぜなら、V シフト来て結局若めっちゃ強くなってるからね。守りが。あとと思った、もう単純にローじゃ勝てない。このキャラ。マイナス6から確定を拾っていく。確定じゃねえ、確定を拾っていく。おっ、そこだ。こいつの表裏きつい。はめてたんだ。あ、ちょ、セットプレイされてた。知恵使っても、追突、追突のどこかナフされたか僕にはわからない。多分ワンガード無敵技、ワンガード無敵技じゃなかった、ステ無敵技だった。おいおい、俺の CA 溜まったぜ。当たる。
よし。当たるんだ。これが当たると思わなかった、俺は。まだ猫は出てこない。溶けろー、溶けた。オッケー。チュンリー戦は、鳥が溜まったらもうひたすら猫警戒です。もう猫く、どうせ来るやろ、猫みたいな。猫警戒するときにどのような行動すればいいのか、私はわかりませんけどね。あ、とりあえずあの猫めちゃくちゃ最強クラスなんで、どうすればいいんですかね、あの猫ね。まあ、どうせ猫来るやろ。どうせ猫来るやろ、みたいな。そんな気持ちで行くしかないです。もうゼクーノすらどうせ来るやろ、みたいな。みんな大したいと思ってんじゃないですか、鳥が1のやつ。もうその気持ち作りましょう。